初めて出会った新しい猫ちゃんがご飯食べてくれました。嬉しいです。あ、チュール舐めてる。残業頑張ってよかった。きっと残業頑張ったから新しい猫ちゃんと出会えたんだな。かわいそうだけど。やばい、これで帰りが遅くなった。まあいっけ。明日はな、病院行かねえといけねえけど、別に時間何時とかって指定されてないし。かわいいな。まあ、痩せてんな。そうだよな。ここの NPO の人もお皿でご飯あげるわけじゃねえかんな。お皿でご飯なんて食べれねえもんな、お前たちな。一生懸命生きるんだぞ。ではちょっとまた一服して一休みします。